自由フランス軍、自由フランス軍、自由フランス軍、仏語、Forces Françaises Libres、FFLは、自由フランスの軍事組織。フランス本土陥落後ドイツ軍に対して、抵抗を続けた。1940年6月の仏独占休戦以後、枢軸国軍と戦った、あらゆる、フランスの個人や集団を含めて解説する。シャルル・ド・ゴール以外にも、1943年前半期のチュニジアで若干のフランス軍は枢軸国軍と戦っている。初期の志願者はロンドンで設立された自由フランス政府の下にある軍事組織、すなわち自由フランス軍にまとめられた。1943年の統治作戦以降は北アフリカの植民地軍と合流し、アルジェリアでフランス国民解放委員会が結成された。第二次世界大戦後、自由フランス軍に関する議論を解決するため、フランス政府は公式定義を出した。1953年7月首相布告により1940年仏独休戦から1943年8月1日までに参加した人物は、自フランス軍の構成員とみなされた。1943年7月以降の自由、フランス軍は解放軍と指定される。本記事では、歴史的連続性を理解しやすくするため1943年以降も含める。1940年の仏独占で、フランス軍は圧倒され続け、レノー内閣の閣僚であった、ド・ゴールはイギリスへ逃れる。フランス軍は抵抗を続けていたが、ついに、ドイツ、イタリアと休戦するに至る。ド・ゴールは徹底抗戦を決意し、フランス本土にいたポール・レノーも、同じように抗戦を主張していた。6月16日、フィリップ・ペタン首相は、枢軸国との交渉を開始した。6月18日、ド・ゴールは、BBC のラジオ放送を通じて、フランス国民に対して、徹底抗戦を訴える演説を行う。しかし6月25日にペタンは休戦合意に署名し、以後ビシー政権の成立を見る。抵抗を訴えるド・ゴールは、ビシー政権による欠席裁判で死刑宣告が言い渡された。一方、ド・ゴールはレノー政権で最後まで残った閣僚であり、正当という考えもある。自由フランス軍の多くはフランス人からなってはいなかった。約 65% が西アフリカ、主にセネガルの徴集兵であった。他にはフランス外人部隊、モロッコ人、アルジェリア人、タヒチからも集められていた。1940年の対独戦では、セネガル人は約17000人が戦死し多くが捕虜となっていた。白人だけで師団を編成することは困難であり、戦うためには西アフリカからの徴集兵が不可欠であった。また、第2機構師団は黒人で編成される部隊が 25% に及んでいた。ジョルジュ・ティエリ・ガルジャン・リューは、ロレーヌ十字を自由フランス軍のシンボルとして採用することを進言した。エミール・ミュズリー提督率いる艦隊は、ロレーヌ十字をあしらった軍旗を使用し始める。1940年7月末までに約7000人が自由フランス軍に志願した。この頃の自由フランス海軍は、イギリス海軍の補助的任務に応じ、艦艇50隻と人員3700人が活動していた。詳細は、メルセルケビール海戦を参照。イギリス首相、ウィンストン・チャーチルは、態度不明なフランス艦隊をドイツ軍に引き渡すのは危険と考え、先手を打って、フランス艦隊を攻撃した。この攻撃の結果、多くのフランス人がイギリスに嫌悪感を示すようになり、自由フランスへの志願を思いとどまる者が増えた。休戦後、アフリカ植民地では、カメルーンとフランス領赤道アフリカ、ガボンを除くが自由フランスに加わった。1940年7月から11月まで西アフリカ作戦においてビシー政権派の部隊と交戦する。ダカール沖海戦を含む一連の戦いのち、西アフリカ植民地はビシー政権に忠誠を誓ったままとなる。アジア太平洋地域ではニューカレドニアとフランス領ポリネシア及びニューヘブリディーズ諸島が後に加わる。フランス領インドシナは1940年9月に日本軍に占領されるが、名目上はビシー政権の支配下とされた。北アメリカではサンピエール島、ミクロン島が1941年12月24日に自由フランス海軍のコルベット3隻及び大型潜水艦スルクフを含む艦隊の圧力により自由フランスに加わる。1941年、エチオピアとエリトリアなどのアフリカの角では、イタリア軍と交戦する。その後、レバント方面に向かいシリア・レバノンで、ビシー政権軍と交戦し1941年7月に、アンリ・デンツ将軍いる、ビシー政権軍は敗北したが、捕虜の多くは、フランス本土への帰国を希望した。カトルー将軍が、レバント高等弁務官に任命される。1942年6月、北アフリカ戦線では、ケーニグ将軍率いる外人部隊を含めた第一自由フランス旅団はビル・アケムの戦い、ビル・ハケームの戦いで、関東の末撤退する。同年11月には、統治作戦が実施され、ジロー将軍率いるビシー軍は降伏し、自由フランス軍と合流した。1942年後半のマダガスカルの戦いの後、ルージョン・ティオム将軍がマダガスカル高等弁務官に任命される。12月28日にフランス領ソマリランド、ジブチのビジー政権軍が降伏する。西インド諸島、フランス領ギアナも同様のグアドループとマルティニークは1943年に自由フランスに加わる。1943年11月にイギリスから兵器供与を受けて8個師団の再編成を開始、これにより従来の自由フランス軍と旧ビシー政権軍が合併される。1943年にフィリップ・ルクレール大佐とカミーユ・ドルナの中佐はチャドから 16,500 人の部隊を率いて南リビアのイタリア軍を攻撃し、フェザンにあるクフラを占領した。同年からイタリア戦線に参加し、終戦まで戦い続ける。詳細は自由フランス海軍を参照。自由フランス海軍は、エミール・ミュズリー提督の下で、アフリカ植民地の戦いやノルマンディー上陸作戦、太平洋戦線で戦った。詳細は自由フランス空軍を参照。結成当初から、十分な数のパイロットと航空機を保有していた。主に、アフリカ植民地を拠点に活動し、南アメリカ諸国、ウルグアイやアルゼンチン、チリなどからの志願者が訪れ、いくつかの飛行隊はイギリス空軍と共に活動した。創設初期からイギリス製やアメリカ合衆国製の航空機で部隊が構成されていた。1944年9月までに自由フランス軍は56万人規模となっていた。この数は年末までに100万人規模にまで増加した。フランス軍は主にアルザス、アルプス山脈及びブルターニュ地方で戦った。1945年5月、ヨーロッパでの戦争は終結し、自由フランス軍は130万人規模にまでになっており、次は日本との戦いが待っていた。連合国の一員として7個歩兵師団と3個騎行師団を太平洋方面に派する計画でいたがその前に終戦となる。当時アルフォンス・ジュアン将軍がフランス軍参謀総長で第一軍司令官であったジャン・ド・ラトルド・タシニ将軍がドイツ占領軍司令官に任命されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。